520使ったん83と520 520でくっつけて83で肉盛りして、うん、はいはいはいでは中側に520が入ってるわけだ。えらい綺麗になったね、随分ね。だってもうこれすごいじゃん。3月終わりだよ、納車が。あら、もう2月の中だもんね。えらい、ちょっと面白いもん見せる。すごい、本当にすごい。あら、こっちも83使ってんじゃん。両脇使ってるんじゃん。あ、83ずっとやん。あ、83ね、なんで言ってくんね今までガシャンと落ちて、うん、潰れてた。はいはいはい。だからここ切り倒して、あら、内側から叩いて、うん、ここは作ったんボンデで、うん、あ、これ83な。83だよ。なんだ、俺全然知らなかったよ。だって見て、こっちガチャガチャじゃん。ほんとだ、言ってくんね。ここ言ってよ、うん、言うよ。テレビの宣伝みたいになっちゃうだよ。言ってよだよ。あら、これ83も、うんうんうん、ああ、これはね、これが83なわけ。そう。あ、これがね、5520でくっつけて83でその釘目を埋めた。どこ5520でくっつけたん？ここ。ああ、板金を、そうそう、切ったやつを、鉄板を、5520飛び出てるよ、こっから。こんな言ってくれるまでわかんないじゃん。だからね、ただの言わないわけ。レストアやとか違うわけただのレストアじゃん。当たり前のレストアや。あ、そうなん。言われても5520わかんねえな。5520でしか接着しないもん俺。どこに5520入れてるんだよね。だからこの耳だよ。どこ。ここ。ここに5520でくっつけて、うん、ああ、これこれこれね、このグレーのが5520ってことね。これは上から83じゃん。83かぶせたけどさ、うん、あ、はいはいはい、この下にね5520が入ってる。5520は見えないわけね、うん、この83に隠れてね。そう、あ、そう言われればこれ83だよね。しかもこう接着したの 5g ですもん。5g の半分やから 7g。 あ、そういうことか。じゃあここ丸っきり作ったわけね。これから作ったよ、ここまで。なんだ、あ、これがね、次、うん、切れ目ね。あ、これがそうね、そうそう、切れ目ね。切れ目はここ。言われなきゃわかんねえじゃん。これが切れ目よ、ここは。あ、これが切れ目ね。あら、言ってもらわなくちゃわかんない。なんでそう後から言おう試し、うん、あの、わかるかどうか。物欲しそうにした時に出すから。あらら、あ、こっちがノーマル。じゃあこれで、これでライトレフトが同じようにできたってことなんだ。でも社長言われねえと分かんないね。あぶねえ。どこ使ってたんかってよく検証しないといけねえね。こんな歪んでたら、がーこらダメじゃん。本当に83と1570のあのハイブリッドじゃん、うん、それで仕上げるしかねえじゃん。そうなんや。こんなん加工できねえよ、いくら腕よくても。エクボのお兄ちゃんぐらい。これは見て、なんか手が入んねえやん。あら、昔の板金やろね、うんうんうん、切ってから。本当だ。あら、袋になってんだ。いいね、プラスチック使わねえでね、内装もね。ここら辺ね、全部板金だね。今だったら下手すると PPE とかあれでしょ、あのパネルのプラスチックのパネルみたいな感じでしょ。すげえ、ベントレーだ。え、これ月板でも貼ってやりゃ最高だね。しびれちゃうね。本当だよね。え、木張り木目調。誰かさんが得意のさ、木のさ、塗装じゃなくてさ、本物のさ月板。
だってベントレーやってたその修理屋さん、うん、電話かけてきたもん。水性ボンドでベントレーの内装を付いて貼ってるんですけど耐久性がだよねーつって耐水性がなくて社長得意の耐水性がなくてって言ってたよ。社長そのエクボの仕上げのダメかい。これじゃハチさんとイチゴマラハチでこのペーストパテ、エクボ修理すれば治るんじゃね、うん、ダメ？いや、ダメなことないんだけどさ。うん。極力。RX3 より、あれじゃん、レストアっぽいじゃん。ねえ。RX3